韓国人が日本から盗み出した仏像の所有権が日本にあると韓国の最高裁で判断されたようです。記事と韓国の反応を見てみましょう。韓国の窃盗団が日本から盗んできた金堂観音菩薩坐像の所有権が日本にあるという韓国大法院最高裁の判断が出された。古流時代に略奪された文化財を盗んだものだが、日本の民法上20年以上これを占有した日本の宗教法人に所有権が認められるという趣旨だ。大法院は26日大韓仏教諸華長の不足さが韓国政府を相手取り仏像を返還するよう求めて提起した訴訟で不足さ敗訴の判決を下した原審を確定した。大法院は仏像が制作安置された古流時代の寺瑞州プソクサと原告であるプソクサは同じ権利主体と認定されるとしながらも、日本の民法によれば日本の観音寺がこの事件の仏像を自己取得したと見ることができ、プソクサは所有権を喪失したと明らかにした。この事件は2012年に韓国人窃盗犯が日本の対馬にある観音寺に保管されていた金堂観音菩薩坐像を盗んだことで始まった。窃盗犯は仏像を韓国に持ち込んで捕まり有罪が宣告され、仏像は韓国政府が没収した。その後プソクサは仏像の所有権を主張し韓国政府を相手取り訴訟を提起し、日本の観音寺もやはり被補助参加人として訴訟に参加し仏像取得時効完成を主張してきた。それでは韓国さんの反応です。日本は盗んだものでも20年間持っていれば自分のものになる国なのか？我が国も同じ法律ですよ。それじゃあもう一度盗んでどこかに隠して20年間守り抜こう。そうすれば所有権が認められる。いくら法律で決まっているとしても盗んでから20年以上経過しているから自分のものだと主張するのは本当に恥ずべきことじゃないか？一体どこの国の最高裁判所なんですか？過去に盗まれたものだと確定していて、その証拠があっても、日本のものになるのか？なぜ、このような法律が存在しているのかわからない。これは仕方がない部分じゃないですか？古流の時代に日本が盗んだものを、我が国の人間が再び盗んで捕まる、数百年前の所有者が所有権を持つ人間かといえば、それも、法律が生まれる前の話です。我が国の裁判所は日本の法律を優先するんですね。いや、日本の法律だからではなく、我が国の法律もそうなってるという話です。文章は正しく読みましょう。我が国の民法では10年ですよ。憲法裁判所長、最高裁判所長捜査が必要だ。新日最高裁判事か？犯罪取得は時効取得対象ではないだろう？世界のどこでも、誰かがピカソの作品を盗んで20年間割れないとし、泥棒の所有権が認められるか？ということで、やっと決着がついたって感じですが、まだ日本に引き渡されるまで安心ができないのが韓国さんですよね。日本の資産売却の判決が確定したのに結局売却しないまま終わってますし、最高裁で判決が出たからといって素直に判決に従うんでしょうかね。そもそもの話、日本が韓国から盗んできたものっていうのが確定してるってどういうことなんでしょうか。韓国から正式にもらったものかもしれませんし、どういった経緯で日本に渡ったかの証拠なんてありませんよね。にもかかわらず日本が盗んできたことが確定しているっていうのもすごいですよね。まあこの件で韓国さんは世界中から美術品などの貸し出しを拒否されているっていう話もありますし、もし今の政権が共に民主党だった場合、また違う判決が出ていたんだろうなって感じがします。そもそもの話、韓国で作られた仏像に御利益ってあるのかなって気もしますが、どうなんでしょうね。今回、韓国さんのコメントでは、文章は正しく読みましょうというコメントがありましたが、韓国さん？文章を正しく読めたり、正しく理解できたら、それはもう、韓国さんじゃなくなっちゃいますよ。ということで、ご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。